はいどうも、アタラナマルクストゥリオです。というわけで今回も8月のシンデレラナインやっていきたいと思います。ということで皆様ランクマ、どうでしょうか、頑張っておりますでしょうか。私もね、まあなんとか頑張っておりまして、現在460位となっております。はい、結構頑張ってるんじゃないですか。うん、でまあ今までやと1000位台、1500とか1400ぐらいいつもねやったんですけど、現時点で460と、まあ頑張ってる方じゃないかなと思います。はい、ということでこの動画ではですね、まあランクマ1日終えてみて、手応えだったりとかね、どういう選手が活躍してるのかとかね、そういうの見ていけたらなと思います。ということで、早速やっていきましょう。8月のシンデレラナイン。はい、ということで私のオーダーこんな感じでございます。ということで、スタメンは全員 UR で埋めております。はい、で、まあ大体の育て具合は戦力見てもらえばいいかなと思うんですが、こんな感じになっておりまして、まあピッチャーはね、もちろん UR 野崎を使ってみておりますということで、こだわりポイントといたしましては、2番草刈、3番朝比奈ですね。この並びが非常に強い。うんまず1回の表で、この2人でね点取れるんですよね、結構な確率で。うん、はい、で今回一番ね活躍してくれてるのがこの草刈ルナですね。うん、現時点で。でこのシーンなんですけど、まあスキルとか才能はまあ別に見なくていいですね。メモリアルリンクですね、見てほしいのは。はい、こっちです、ドンという感じで。まずスキルタイプ、草刈ルナ、レベル5にしてます。で、しっかりねひまわりつけてますと。でこれがね、条件なしで自身のミートパワーが超究極に上昇するっていうのをつけてます。これがまず強い。うん、そして、こっちですね、永井ちゃんの方見ていくと、はい、こちらつけておりますということで、本当はレベル4なんですけど、永井ちゃんが5凸できてるのでレベル5にしてるって感じですね。で、ひまわりついてまして、こっちの方も条件なしで自身のミートが超究極に上昇し、パワーが究極に上昇し、守備が大幅に上昇するっていうのがついております。これをね2つつけてるんですけど、めちゃくちゃ打つ。ちょっと後でね成績の方見てもらいたいんですが、もうすごい打率、うん、って感じになってます。これね本当に草刈ルナ持ってるならマジで育てた方がいいと思います。はいっていうぐらいおすすめするわ。そしてまあ朝比奈ですね。朝比奈もまあ優秀で、ちょっとねまだひまわりこっちねつけれてないんで、普通の固有スキルなんですけど、自身のパワー総力が超絶に上昇するっていうのがついてますね。うん、本当はひまわりつけたいんですけどね、まあちょっとチーム状況的につけれてないっていう状況です。で、ヒイラギのスキルの方はしっかりひまわりスキルついてまして、打席時自身のミートパワーが究極に上昇し、総力が超絶に上昇するっていうのを持ってますという感じになってますね。これもね非常に優秀。うん、でこの2個つけてるんで結構な確率で打ってくれます。はい、っていう感じですかね。うんはい、であとはですね、このピッチャー野崎を5番に入れてることによって、なんか打順の周りがいいというか、やっぱりほらピッチャーを入れてると、こうあーここピッチャーやから打たれへんなっていうシーンが出てくるじゃないですか。それがねないんですよね、ほとんど。うん、はい、で意外とねこの鈴若とか茜ちゃんがね打ってくれるので、8球で塁に出して、で翼で点取ったりだとか、で翼無理でもその次の草刈りでシンデレラハーモニー使って結構もうほぼ確定でヒットを打って、点稼いでいくみたいな、攻め方をしてますね。うん、っていう感じでこの、ピッチャーもしっかり打てるっていうのが非常になんかいいなと思っております。で野崎なんですけど、ちょっとねあの草刈りの方にひまわりついてる体重計の永井ちゃんをつけてるので、こっちにはまずはね、こっちの自分の方は、響け熱い思いをつけてますね。これはですね、クリーンナップ3から5万の時、自身のパワーが超究極に上昇し、ミートが究極に上昇し、三振率が大幅に減少するっていうのを、持っております。はい、でこっちがちょっとねまだレベル4なんですよね、レベル5までいけなかった。うん、ということでとりあえずこのピッチャー長井にピッチャー長井で体重移動の奥義をつけてます。で自身の球速が大幅に上昇し、コントロールが大きく上昇するというのを持ってますね。で野崎コントロール少ないんで、まあまあ相性はいいんじゃないかなと思います。本当はね、もうちょっといいのつけたいんですが、
でこれやとちょっとあのピッチング怖くないですかっていう意見があると思うんですが、まあそれはねちょっと成績の方で見ていきましょうっていう感じかな。あとはベンチにスコアっていうかまあ、ボーナス高いやつら入れてるって感じですかね。うん、ということでじゃあ、ちょっと成績の方見ていきましょう。はい、ということで成績の方見ていきましょう。ということで、ランキングだけに絞りましたということですね。なのでランクマの、成績しか出てませんよと。で対象試合数は51試合ですという感じですね。じゃあまず草刈ルナの打率から見てもらおうかな。はい、打率1位です。7割3分9厘めちゃくちゃ打つ。うん、で特にシンデレラハーモニー使った時はもう8割ぐらい、8割9割ぐらい打つんじゃないかな。なんか打たない方が珍しいぐらいですね。うん、大体打ってくれる感じがあります。はい、で安打も一番打ってるというわけなんですよね。なのでしっかり2番で塁に出てくれるという感じになっております。そして3番朝比奈で、ホームに返すという、流れができてましたね。うん、なのでこれで結構点稼いだ感はありますね。でホームランも26本とまあまあ打ってるんじゃないでしょうかという感じです。はい、で、まあそのまま安打見ていくと次朝比奈ですね。やっぱり朝比奈打ちますね。うん、で次篠之目という感じになっております。で翼で野崎っていう感じで続いていく感じですね。うん、じゃあ次ホームランかな。ホームランね一番打ってるの野崎なんですよねまあ僕の野崎ちょっと打撃寄りっちゃ打撃寄りなんで、まあ打ってくれて当然というか、まあ打ってくれないと困るぐらいなんですけど、うん、っていう感じになってて、で次朝比奈ですね。でその下に草刈りという感じですね。で本当は多分篠之目ももっと打つんですけど、ちょっと僕の篠之目がねまだ育てきれてないので、こういう感じになってるという感じですね。うん、で打点はまあ、朝比奈ですね。そうやっぱこのね2番草刈り3番朝比奈で、すごい点取ったんでやっぱ一番点取ってますね。うん、でまあフォアボールとか別にどうでもいいかなって感じかな。で打率もこんな感じで、野崎がしっかり4位に入ってると、5割3分6厘っていう感じですね。ピッチャーもやって、打率もまあ5割超えてると、まあ、非常に優秀ですよね。うん、という感じになってますかね。うん、じゃあ投手成績ですけど、まあ、ほとんど野崎使ってます。何回か、まあ1個使ったんですが、まあ、メインでほとんどね、野崎でやってみました。で、まず防御率 1.77 と、まあ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 かなって感じですよね。やっぱりこの UR マイコの方が、まあ、いつも使ってる感じ防御率いいなって思うんですけど、やっぱまあそれはね、投手特化だからですよね。で僕の場合特にセルフリンクのところファースト野崎のひまわりをつけてるんで、まあそこをねこっちのね野崎のひまわりにしたらもうちょっと防御率を抑えれたりするんじゃないかなって思うんですけど、まあそれしちゃうと逆に打たなくなりそうなんで、とりあえず、今回はファースト野崎のひまわりをつけてるって感じですね。うん、ピッチャー野崎のひまわりつけてちょっと回ってみようかなと思います。はい、で奪三振も、51試合で331奪ってて、で失点が65なんで、まあまあ1試合に1点以上は失点してるって感じですかね。でまあでも A ランク帯の人とかとやると結構完封したりもするんですよね。でただやっぱ S ランク帯の人とやると失点しちゃうって感じかな。うん、傾向的には。でまあ野崎の調子的には初日が、好調で、2日目が、普通やったかな。うん、まあそれでこの防御率なんで、まあまあって感じですかね。まあこの防御率でホームラン1番打ってるんで、まあ二刀流成功してるんじゃないですかこれ。うん、なかなかいいんじゃないでしょうか。はい、という感じで、ございます。はい、8月のシンデレラナイン、はい、とか話してたら、現在の順位が470位に下がりましたね。もうちょっと頑張らないといけませんけれども、まあちょっと今回はシルバー狙えたいというか狙っていけるんじゃないでしょうかね。はい、こんな感じで、1位2位とね、分かれてるわけですけど、一応1000位以内に入ればシルバーやったっけ。あ、そうですね、1000位以内に入ればシルバーのトロフィーもらえるよっていう風になっております。はい、でゴールドが100位以内なんですよね。まあゴールド取れたらちょっとすごいけど、
うわどうかなって感じ。うん、みんなやっぱねすごいんで。でもまあ僕的には今までね1000いくらやったんで、まあ、ちょっと上の方来れてるんじゃないかなっていうのが正直な感想でございます。はい。で僕のポイントが今427万3639なんですけど、1位の人がねなんかえげつないことになってたよな。はい。1位が547万859と、500万いってんのっていう俺と100万も違うやんっていう。なのでまあ1位はちょっと届かないというかすげえなって感じですが、まあでももうちょっと僕も、やれそうな感じなので、もうちょっと頑張っていこうかなと思います。そして、まあ、AUR 野崎の起用法もね、探りつつ、もうちょっとやっていこうと思います。はい。ということで、皆さんどうですか？ねえ、ランクは楽しめてますでしょうか？皆さんの現在の順位なんかも、コメント欄でね、書いてくれたら、面白いと思いますので、ぜひ書いていてください。はい。でまあどの選手がね今んとこ活躍してるかとかね、そういうのもまあデータになるので皆さんコメントしてってくださいぜひ、うん、でねみんなで共有して、あこの選手いいんやみたいなのをねコメント欄で見つけるのも面白いんじゃないでしょうか。はい。ということでまあ、珍しく、ランクマについていろいろ語りましたまあたまにはねこういう動画もいいんじゃないでしょうか。ということでまあ2日目3日目と頑張っていきましょうということで、本日はこの辺で終わりにしようかなと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。ツイッターもやってます。ツイッターは概要欄に貼ってますのでぜひぜひフォローの方よろしくお願いします。ということでまた次回の8月のシンデレラ9でお会いしましょう。以上貯水南水産のアタラダンマルクスストゥリオでした。バイバーイ。